北穂事件は日本統治時代の台湾で発生した八火人の蔡清志林による高日事件。北穂事件五死非暴動によって殺された5人の日本子供たちの名が刻まれている事件のリーダーである蔡清志林はもともと警官であったが理念の違いから辞めてしまっていた。1907年11月、蔡清志林は新築県北穂の山岳部にいる。 漢人と台湾原住民である、最社土族の者たちに対して、連合また中高の総裁と自称し、清の大軍が、間もなく、新地区に上陸すると騙した。また、最社土族代哀者の頭目であった、大打録を誘い、高額な殺害報酬を示して巧みに人を集めた。十一月十四日、蔡清林は、群衆を煽動して、暴動を起こし、北保地区を襲撃して、 日本人警察官や市民など57人を殺害した。しかし、蔡清志林にはこれに対して何の動きもなかった。その後、蔡清志林に同調していた蔡シャット族の者たちは騙されていたことを知り、蔡清志林は殺害されてしまう。事件後、台湾総督府の警察は北穂の支援に向かい、100人余りを逮捕した。裁判の結果、事件の首謀者9人が、 台湾総督府によって死刑に処され、有期刑や行政処分にあった者も97人を数えた。さらに、秘密裏に死刑にされた多くの発火人がいる。しかし、当時の原住民族に対する怪獣政策により、サイシャット族はわずか20などを没収されるだけに、とどまった。長明星は、死んだこととして隠居し、再禍を避けた。この抗日事件で放棄した者の多くは、 愛遊船の肝心兵か愛勇船外に住む原住民であった。台湾総督府はこの事件を踏まえて、これらの組織の整理を行った。また、李茂政策を再調整すると共に強化を行った。その結果、肝心の手を借りずに直接原住民を管理する政策に改められた。しかしながら、その後も台湾原住民による抗日事件として、 さらに大きな武者事件が起きることとなる。ありがとうございます。